かいる、なんかいる、なんかいるって、なんかいるって、目の前になんかいる。あ、待って、何がいる。マスギ人間オッ、オッケー。え、見てプリッツさん。何、ゆとり、何これ。あ、お父さん、お父さん捕まってもたんか。これはなんかね、ボレが出てくる説っていう脱出マップでございます。説なんだ。皆さん、ここにはボレが出るらしいですよ。なんで怖がらせてくるん。いやだ、鬼がいるぐらいだから。私怪談話大好きなので。ボレ出てきたら、一つお願いしますね。その際は鬼殺隊3人もいるんだからね。あ、なんか、おお、ライト取れる。トーチ、これ誰か取れるんやない？素材が取れます。あ、鉄と木が10個ずつあればトーチを取ることができると。なるほど、なるほど。これなんかね、鍵がかかってたりして先に進めないんだけど。あ、こっち開いた。あ、こっち開いた。今の取ったから一人しか持てないじゃないですか。そういうこと。そういう非常用電池を入手した。神神楽ヒノカミカグラ。それ棚の奥から風の呼吸、風の呼吸が聞こえる。はまった、はまった、はまった。タサクショウシロ、なんかついたよ。トーチで燃やす、トーチで燃やす。炎の呼吸。おい、炎柱、あれ、いなくなった。あれ、え、あれ、なんか出てきた。11月23日、地下室の隣の部屋が鍵をなくした。バスルームに行ってからなくした気がするんだが、見つからない。じゃあバスルーム、じゃあバスルームやな。バスルーム、お風呂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 。校長さん、一緒にお風呂入りませんか。せっかくだから。超ウケる。ダメです。下どこだって、富岡さんと付き合って。富岡には内緒で。え、どこどこ見た。しょうがないな。え、なんか声聞こえる。やばい、こっそり胡蝶さんと風呂に入ろうとしたら富岡さんのうめき声が聞こえてきた。これ俺の声だったんだ。お前元気だよ。見てんじゃねえよ、見てんじゃねえよ。なに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 、まだ出てないでしょ。見てんじゃねえよ、見てんじゃねえよ。炭治郎がうんこしとる、炭治郎がうんこしとる。みんな見てんじゃねえよ。あ、なんかあるやん。なんかある。あ、鍵は炭治郎の、炭治郎の股間からハゲ入手した。これを多分最初にロックかかってたところで使うんじゃないかな。富岡さん、バイバイ。バイバイ。置いてかないで。マスギ人間。俺のあのスキンがさ、もう天使の輪っか生やしてるみたいになってるからやめて。あ、開いた開いた開いた。バイバイ。バイ。おい、待て。あ、木の資材あった。わーい。何これ。出れない出れない。あとはもう一つ鉄の資材があればトーチを入手してあそこで火をつけることができる。はまった、はまった。早く行けよお前ら。どこに行ったんだ。こっち来たとこだった。そっちか。あ、へへへ。え、これ次、あ、なんかね、さっきもう一つね、行けなかったとこあったから多分今のでイベントが進んだから。下にいる。おーおーおー。え、あ、ヒノカミカグラがなくなってるよ、ここの。あ、ほんとだ、ヒノカミカグラ。誰消したの、誰だよ、消したの。富岡さんがおならしたの。誰がヘノカミカグラだよ。ヘノカミカグラは嫌だな。臭そうだな、ただただ。みんなどこにいんの。なにこれ、こっち行けない。ちょっと一旦合流ね。はいはい、ついてきてね、ちゃんと。富岡さんの好きが一番バケモンだからな。なんかあるよ。ちょっと探索しますか、一旦バラバラなって。炭治郎多分鼻聞くから分かるんじゃない、こういうのどこにあるか。ちょっと探してみるか、うん、じゃあ。よし、ヘノカミカグラ。うん、お、探しとる探しとる。なんでもない。探しとる探しとる。お母さん、なんでこれ食べてくれなかったんですか。ここなんだろう、これとは。これなんで食べてくれなかったんですか。あ、校長さんがせっかく作ってくれた。あ、でもまずこれ多分ね、見た目がちょっとまずそうかなみたいなのは。栄養たっぷりですよ。校長さん、こういうの結構食べられてる。食べてないです。食べない方がいい。食べないですか。ちょ、なんで、なんで逃げるんですか。マスギ人間。うん、美味しそう。うん、え、なになになに。ごめん、
なんかやった。あの、僕です。あ、なんで僕？タンジョどこ行った？スタート地点に戻って、なんか電力上げたら。ナイス。やだ。あ、2階のシャッター、シェルター上げる？シャッター上げる？あ、開いた開いた開いた。シャッター開いた。あー、いける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 。やだやだやだ。マネキンが倒れてきたってどこに？あ、無理無理。ちょっと待って。鉄の資材ゲットしたから一旦ちょっとトーチ取ってきますね。じゃあ俺も行こう俺も行く。トロガさんもめんどくさいからそこで待機で大丈夫です。めんどくさいから待機。トーチ拾って。めんどくさいから待機って。でなんか燃やす。そうだね。ここで二人上で一応ついてるな。トーチで燃やす。あ、もう一つ部屋開いた。やだ怖い。どっちから行けばいいんだろう。下から行く？とりあえず。下行きます？うお！いやまあ胡蝶さんがいるからね。大丈夫だよ。ここにアボレが。なんだこれ。何温まってるんですか？オッケー。あ、この蜘蛛の巣、鬼滅の刃のパクリ。なになになにここ。なんだ。みんな逃げて逃げて逃げて、こち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 。やだ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 。見えた見えた見えた。よし、扉閉めた。なんだこれ。ああ、開いた。なんかあるよ。あ、取れないのか。何も取れない。あ、これ最近炭治郎の中の人が購入したと言われている車やな、あらへんですか。こんなダッサい車。なんかある。なんだここ。あ、ロックかかってるね、これ。ロックかかってる。じゃあ上行きますか。そう、ここはもうないかな、何も調べれる。あ、なんか、待って、緑色。緑色？涙くん、ちょっと。おお、工具箱の鍵、ナイス。え、これこっちじゃないの？工具箱、これじゃないの？あ、そこか、普通に考えて。工具を手に入れたんだけど。工具手に入れて、あ、で、これで板外すんじゃない？あ、開いた開いた。これ、おお、おお、進んでる。サクサクいける。あ、あ、なんか、これ上が登れる。なんかいる？ちょちょ、なんかキモい。順番に行きなさい。おお、順番に。なんかキモで、炭治郎くんが予想者にビビってる。後ろ？ちょっと全然見えないよ、俺。見たいんやけど、俺も。なになになに？お兄ちゃん！お兄ちゃん！固まってもて、こんな石化されて、コピペされて。あれ？これ僕のお兄ちゃんなんですよ。あれ、なんか倒れてる。なんか迷路みたいになってる。いるの？え、なんで向こう側にいるの？なんで向こう側にいるのって俺らが言いたい。え、マジで？富岡さん、富岡さん、二人ぼっちになっちゃいましたね。ここからしゃがむと来れる。二人ぼっちになっちゃいましたね。あれ、どこ行ったのみんな？え、待って、なんか離れ離れになっ ここ、ね、ってるんだけど。何が起きた？ここでも調べれるとこないっす。逃げろ逃げろ逃げろ。何か逃げろ。何何何何何なに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 。ちょっと待って、痛い。え、ダメージ受けてるじゃん、二人。え、負けた？助けて。ちょっと、トビカさん挟まってる、挟まってる、そっちで。なんかいる、なんかいる、なんかいるって、なんかいるって、目の前になんかいる。あ、待って、何がいる？ビビった、白い人。え、なんかいるんだけど、ちょっと、ちょっと、無理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 。ビビさん、そこ中入って。あ、え？そう、で、そこで、後ろ、後ろ、後ろ。後ろで、ここくぐってください。まさか。進むと、右でも左でもどっちでも。ああ！炭治郎待ってろ、今行く。うん。え？あれ？ああ！痛い！いや。ええ？これ、富岡。え？富岡さん何しよう。じゃあ皆さん、もうなんかあのお化け、逃げれないみたいなんで、逆にもうぶっ倒そうかなと思って、4人でですか。胡蝶さんのスカートの中をちょっと、あ、ちょ、胡蝶さんの下、あーあーあー、登るとさ、あーあー、もう炭治郎行っちゃった。せーの、あ、俺も、うお、来た来た来た、痛い。最後、最後も胡蝶さんの蝶の前で蝶の舞、引き寄せて蝶の舞、引き寄せ、あ、戯れ戯れ、もうダメだ。